今ですね、ZOZO タウンがめちゃくちゃ安いじゃないですか。まあね、購買意欲高まりますね。ということで今日ね、小さい箱とね、この大きい箱あるんですけど、まあ、今日はね、控えめに小さい箱の方、こちらの方開封いきたいと思いますよ。行きましょう。やっぱね、好きなものをね、こう、楽しく買うっていうのがね、やっぱお買い物の醍醐味だと思います。で、僕最近ね、このパーマスタイル、髪の毛ね、まあ、くしゃくしゃな感じで、ね、パーマかけたんですけども、まあ、言ってもね、暑いじゃないですか、これから。で、僕基本的にキャップ好きなんで、基本キャップ多分被っていくと思うんですよ。それで今ね、ここにね、キャップがね、山ほどありまして、まあ、例えば、ニューエラのキャップだったりだとか、ニコ&ヌメラルズのこう結構ねコンパクトに畳めるジェットキャップだったりだとか、あとサイラスのジェットキャップですね。これかっこいいですよね。サイラス&マリアですね。まあ、このあたりとか、シュプリームだとかで、あとね、ジョンブルトゥークラスドットイクスのメッシュキャップですね。あ、これもシュプリームですね。で、あとね、このニューハッタンね、結構気に入ってて被ってましたね。これがこんな感じですね。これ1000円ぐらいなんですので、これオリジナルでね、自分でこの星をつけていたと。これも星ついてますね。この辺ね、結構被り心地よかったです。あとは、キャップ以外にもこういったね、ビーニーニットキャップ、このあたりも好きで被っているんですよ。で、その中で結構個人的に形好きなのは、このジョンブルトゥークラスドットイクスのジェットキャップでございまして、ただね、これオリジナルボディじゃなくて、既製品のボディ使ってますね。ユーポンだったかな、ピンタオかなのボディを使っていると。まあ、それにね、こういった刺繍をつけてるんですよね。で、まあ、ブランドによっては、例えばここにね、ネームタグとかつけている場合もあるんですけど、まあ、だから既製品に対しての、まあ、こういった刺繍がついているボディ。だからね、このボディ的にはだいたいね、1500円、2000円ぐらいであると思うんですよ。多分 Amazon とかでね、調べたら出てくると思うんですけども、これね、形がね、今日ちょっと暑いんですよね。めちゃくちゃ好きなんですよ。被り心地がね、最高。これちょっと髪の毛出るな。被り心地がめちゃくちゃ好き。被りやすい。で、僕、基本的にキャップも、まあ、T シャツと一緒で、基本一回被ったら洗濯機で洗っちゃうタイプなんで、まあ、その辺りの耐久性も抜群です。ということで、今日はなんとなくわかると思います。こちら、ZOZO タウンで色違い購入いたしました。ではね、早速開封の方、暑いな、今日開封の方していきたいと思うんですが、こちらの方、では開封です。また明細入ってんのかな？一番上に明細入ってでしょ？っていうか開かないな。で、今、ZOZO タウンすごく安くて、あと、限定のクーポンとか出たら、さらにね、タイミング良かったら、さらにお安く買える、抜群です。ということで、今日はね、こちらでございます。ジョンブルトゥークラスドットイクスのジェットキャップのベージュ購入いたしました。いや、ベージュのね、キャップ前から欲しくて、まあ、グッドイナフとかもあったんですが、どうしようかなと思って、出たら売り切れちゃったりしてて、これが買い逃しなんですよ。ほんとね、欲しいものはね、買っといた方がいい。買い逃しはほんと後々、うわぁ、あの時まだあったのになぁと思っちゃうんで、ということでね、こちらの方ですね。だからボディは、ユーポンっていうね、ボディ会社のですね、キャップを使っておりまして、こちらですね、ピンと合った、こんな感じですね。でも被り心地はね、いいんで、で、定価がだから高いんですよ。ブランドがつくことによって、この価格になるんですよね。この価格になるんですが、僕がね、たまたままたね、ZOZO のクーポンが発行されておりまして、まあ、もともとこれセール価格だったんですよ。1980円のセール価格で、送料が200円でしょ。で、利用ポイント、1080ポイントを利用しました。だから1000円のクーポンが発行されて、よくジョンブルね、1000円のクーポン発行されますよね。ということで、合計で1100円でございます。1100円だったら安いっしょ。ということで、いや、ベージュいいよな、ハサミハサミ。ベージュのね、キャップいろいろ見てて、これ去年のモデルで、去年から気になっていたんです。去年のモデルだったかな？うん、去年から気になってたんですけども、やっと購入いたしました。ベージュの念願のキャップでございます。これは多分、僕はやっぱり形、これね、
このボディのね形めちゃくちゃ好きなんで、あーいいねいいねっていう鏡、今ねこのカメラの上に ここのね羽が、ここのパーマかけてるか、ここの羽が出るんですよね。あーいい感じ。ちょっと鏡見てこよう。すごくやっぱり好きな感じっすね。このねツバのね硬さが結構硬いんですよ。ここがやっぱりいいですね。他サイラスも結構固めかな。シュプリーム一般って、結構これ一般的なシュプリームのキャップ、これも若干柔らかいけど硬いから、これまさかオリジナルボディだよね。多分おそらくこれはオリジナルボディだとは思います。まあ、この辺がやっぱり8000円とかしますよね。まあ、それを考えたらキャップも本当ブランドとかメーカーとかによって全然こうね価格帯が違うので、まあ何を選ぶか、そこがねこういろいろ探しているとやっぱそこが楽しいところの一つなんじゃないかなと思います。このベージュやっぱりいいっすね。まあ、ね、あの基本的に僕この本当黒、もう本当黒ばっかり、基本黒ばっかりなんですけども、まあ、たまにねこういったネイビーだとかちょっとこう派手な柄だとか、まあ、白は最近かぶらないかな、まあ、このあたりもかぶりたくなってのベージュの購入、いかがでしょうか。これはなかなか形的にも本当好きなん でこのねグッドイナフの T シャツを買ってベージュのキャップかぶりたいなとか思っちゃっての購入、最高っすね。はい、いかがでしたでしょうか。今日はですね ZOZO タウンでまたまたキャップの方を購入いたしました。ジョンブル2クラス .x のキャップでございますね。このかぶり心地、形、ラインともにねやっぱり好きだったんで、もともとだから黒持っててのベージュの購入、あとネイビーとか赤とかもあったんですけども、まあ黒とベージュ持っとけば結構いろんな、あそうだ確か秋冬になったら、このノースフェイスのね、この迷彩柄のジャケットとも相性いいんじゃないかなと思います。ああ、そう考えたら、より良い買い物ができたような気がしますという形で今日は終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。ではまた見てください。やっぱりねパーマをねかけても、やっぱもともとキャップ好きなんで、キャップはねいろいろ被りたいんですよね。